はい、こんにちは、リショー TV です。本日はリユニバース、僕のね使っている、最強キャラたちでどれぐらいのダメージが叩き出せるのかというのをね検証していきたいと思います。ちょっとねどれぐらいほんま出るかちょっと久しぶりに、いつもオートプレイでね周回してたりするんでちょっと謎なんですけどね、とりあえずちょっと行ってみようかなと思います。そしてスターストライク、オールオーバードライブして、スターストライクの、これ、ワイズリチュアルにしようかな。ランク44か。ランク99にしようか。ヘブンズダイブ。そして、彼はね、トワイライトダウンかな。ノクターナルチェイス。ホワイライトダウン、そしてホワイライトダウン使ってなくなった。ドライスロットいきましょうか。で、彼女はマドルマジックかな、ランク75だけど。で、スノーローズかな、白バラはね。では行きたいと思います。どれぐらい出るかな、久しぶりすぎて。すごいな。27,277。36,151。55,000。55,000がでかい。白バラでさえ33,000出るんだ。はい、ということでございました。意外にね、あれですね。この子名前忘れちゃったけど、ジョーが一番ダメージ出てましたね。本当やったら勝利の歌使ってダメージね、最大ダメージちょっと叩き出してみたかったんですけど、今回はね久しぶりのプレイということで、皆さんどれぐらいダメージ出るんでしょうかね。で皆さん見ていただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、そして高評価シェアお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。またね。